どうもこんにちは。たとえヤニカスと言われても、人を恋に跳ねるようなやつだったり女を捨てるようなやつには何も言われたくない松井塾長です。はい、ということで今日はやっていきましょうということになるんですけれども、コンビニでのタバコの購入に気をつけましょうということでね、まあやっていきましょうということになるんですけど、まあ、サムネと全然合っていねえじゃねえかよっていう話になるかもしれませんが、まあ今ちょっとサムネね、あのマロンイスさんが作っていただいたんでちょっとやろうかなというふうには思うんですけれども、はい、ということなんですけど、まあ私はあの意外となぜか何回かに1回言ってるはずなんですけど、なぜか誰も私のことをヤニカスだと認識できないみたいなんですけど、はい、私あの酒はものすごく苦手なんですけど、タバコは要するにずっと吸ってるという人ですね。はい、というかあのそもそも趣味がタバコしかないというね。はい、それあのだから私からタバコを取り上げられると要するに何もお金が使うところが0円になりますんで、はい、そういう風な感じになるわけなんですけれども、はい、もう何も趣味にお金使わなくなりますね。はい、何の趣味もないんで、はい、ということになるので、コンビニでのタバコの購入に気をつけましょうということになります。はい、私はあの愛煙家ではありますが、ヘビースモーカー、チェーンスモーカーではあるんですけれども、めっぽう、ヘビースモーカー、チェーンスモーカーとかタバコを吸うやつに対してのマナーがめちゃくちゃうるさいというですね、めんどくさいやつなので、はい、一度でもあのタバコポイ捨てしたやつは二度とあの基本的にはあの関わらないようにするとね、もう最低限のことしか関わらないようにするというふうな話になってるんですけれども、はい、まずアンサーということなんですけど、ヤニカスにならないようにということになります。はい、ヤニカスとは何かというと、いや私タバコのポイ捨てしてないですよとかね、それは当たり前。はい、ということなんですけど、コンビニでね、あの購入される場合に関してはですね、気をつけましょうということになります。ちなみになんですけど、私もやらかしたことがあります。はい、ということになるんで、まあ、皆さんあのちゃんと気をつけてね、購入していただければなということになるわけなんですね。はい、まあ、ルールも守れないやつは要するにね、タバコ吸う必要性はないわけでございますんでいうことですね。はい、では行きましょうということで、今日はですね、タバコを買う神様になりましょうということになります。はい、タバコを買う神様になりましょうということですね。はい、お客様は神様だとか言うんですけどね、お客様は神様なんて神様らしい対応性やっちゃうんですね。はい、ということになりますので、はい、いうことになりますが、まあ松井塾ではあの別にあのお客様が別に何言っても別に基本的に構わないですよっていう話はしてますけどね。はい、何言っても構わないですけど、基本的にはあの全力で私行くんで、はい、あの皆さんあの結構ねガーって言ってね、これはこうでこうですっていう風な感じでねやっちゃうっていうケースはあるんですけども、まあ、コンビニとかその接客を本当に私がやれるのかというとやれないだろうというふうな感じになるんですが、皆さんしっかり覚えておいてほしいんですが、まずね前提条件がおかしいんですよ。なんかタバコの、ね、種類銘柄言ってね答えられないとねみんな怒る人いるんですけど、覚えられるわけないやろ。覚えられますか、あれ。軽く見てタバコをね、コンビニのタバコのやついるんですけど、まあ、100種類から200種類ぐらいはどう見てもあるんですよ、ね。はい、まあ、私はメビウス10ミリソフトなんですけど、はい、メビウス10ミリソフトなんですけど、タバコの種類覚えるとか基本無理ゲーやからな、絶対無理よ。やれるもんならやってみろやって思うんで、はい。はい、私でも絶対無理です。私基本的に数百種類とか大体覚えるんでそんなに苦じゃないんですけど、タバコは無理ですね。はい、まずね何が無理かっていうと、はっきり言うか、例えばさ、コンビニのヨーグルト覚えなさいって言ったら実際に食ってみるができるんだよね。見てみる、食ってみる、食べてみる、匂い嗅いでみるって、これができるんですよ。タバコって吸わない人からしたらタバコ吸ってみる、匂い嗅いでみるってできないでしょ。でみんなもよく考えてほしいんだけど、基本タバコ吸うやつって同じ種類吸うでしょ。で、違う種類のタバコやからええやろっていうやついるけど、それないからな俺ら。そういう人もいるけど、丸ボロって例えばあるやん、丸ボロとかラークってあるじゃないですか。私メビウス10ミリなんですけど、ラークの10ミリ吸えるかって言ったら、ラークの10ミリ臭いんで俺は基本嫌いなんですよ。もうどうしても要するにタバコがないっていう状況の時タバコってラーク吸ってましたけど、あれ基本的に臭いんで私嫌いなんですけど、タバコの種類を覚えるっていうのは基本的には無理ゲーですよっていうことです。だって俺ら要するにヘビースモーカー、チェーンスモーカーでもまあせいぜい覚えてるの1種類2種類ぐらいですよ。マルボロ、ラーク、メビウスぐらいじゃないですか私が覚えてるの。はい、っていう風な感じになってるんで、まず自分も覚えてないのになんで相手にできると思ってんねんっていう話ですね。はい、ということです。これがまず1つ目、しっかり覚えておきましょう。はい、で2つ目なんですけど、これもねタバコあるあるなんですよ。実はねメビウスってもともと名前マイルドセブンだったはずなんですよ。
はい、私もそうだったんですけど、マイセン10ミリってよく言うんですけど、マイルドセブン10ミリっていうのがあったんですけどね、なんかマイルドセブンのマイルドがあのなんかタバコなのにマイルドってよくねえだろっていうそんな思います皆さんマイルドセブンって書いてるからタバコは害がないんだって思う人いるんですかねおるらしいんですよ。海外とかにはね、海外とかにもおるらしいし、日本にもいるらしいんですけど、はい、略語とか過去の名前で言っても通じるわけないんですよ。でしかもね、あの種類まで言わないやついるでしょ。セッターとか、セッターだからどれよっていう、例えば、はい、マイセンとか、はい、だからそういうんで、しかもそのまだ略語が一般的なその喫煙者仲間の中だったりしたら、まあ略語として意味が通じるよっていうレベルやったらいいんですけど、マイ略語使うやついるよたまに。マイ略語っていうか、お前しか使ってねえよみたいなお前しか使ってない略称やめろやっていう話になるんですけど、それ使っても通じるわけないでしょ。はい、で過去の名前で言っても通じるわけないんで、これただ昔僕やらかしました。あの昔確か番号なかったと思うんですよね。番号なかったんで、名称で言うっていう癖が、確かコンビニで多分番号突き出したんです10年ぐらい前だと思うんですけど、8年か10年ぐらい前だと思うんですけど、その前まではね正式名称を呼んでたんですよね。でちょうどマイルドセブン、マイルドセブンだったのがメビウスに変わっちゃったんですよね。でメビウスに変わった時にマイルドセブンって確か言っちゃったっていうのがありますね。はい、その時はいう感じになります。でそっからあメビウスに変わったんだったって、まあ、若い店員の人の時に言ったんが一回あるのと、だいぶ経ってから 5,6 年経ってからマイルドセブンって言っちゃったっていうのはありますね。マイルドセブンみたいなああすまん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 みたいな感じのはありますね。はい、その時は相手側のコンビニ店員が悪いと思うんではなくてですね、自分が悪いと思ってくださいあの間違いとかミステイクとか失敗とかいろいろは人間ってあるんですけど、基本ね相手の責任したくなるのは分かるんですよ。確かに確かにしたくなるんですよ。恥ずかしいからね、恥ずかしいからそりゃそうなの分かるんですけど、ちゃんと要するに自分側に非がないかっていうのをちゃんと確認した上で、それでちゃんとああごめんなさいっていう話で、今は番号で書いてますんで、はい、ちゃんと番号をやってくださいということになりますね。はい、で3つ目ということになるんですけど、いやましてやですね、もうねこれでねなんか答えられないとね、なんで分かんねえんだよとか言ってブチ切れてるやついるんですけど、あのね、我々基本的に迷惑な存在なんですよ。わかりますか皆さん我々って言ってるんですよ。我々基本的に迷惑な存在ですよ。タバコ吸ってるということは煙吐き出しまくってるんだったらね、あの迷惑な存在ですよっていうことがまず大前提ね。で我々は迷惑な存在だから、最低限要するに他人には迷惑をかけないように要するにしましょうっていうことですね。喫煙所にタバコのなんかあの箱を置いてくアホとかいますけどね、タバコの箱を置いてったり、挙句の果てにコーヒーのカンカンを置いてくアホとか要さんいますけどね、コンビニの喫煙所とか要するにいろんなところで喫煙所ありますけれども、はい、私はあの見つけ次第全部掃除する癖があるんですけど、はい、あの基本迷惑な人たちなんですよ。いいですか、タバコを吸ってるってことは基本迷惑な人たちなんですよ。これタバコだけの話したないけどね、俺車でも一緒やけどね、車で自分が要するに運転して自分が楽なことをできるってことは人ひくりしまう可能性があるから、迷惑な存在になってるって分かってるかって話ですね。迷惑な存在になってるってことは、それをやっているときには基本的にはこう考えて行動せよっていう話です。わかりますね、大丈夫ですか。はい、というふうな感じでですね、やっていきましょうということになります。ただ皆さん覚えておいてほしいんですけど、これ偉そうに話してるんですけど、これどこにでも起こりうる話ではあります。はい、つまり自分の常識は他人の常識だと思い込んでしまう。はい、私もよくやりますね。はい、まあ皆さんと一緒に要するにじゃあ防衛白書読んでいきましょうよっていう話をしたりとか、オープン情報である公開情報なんで、まあ見ていきましょうかっていう話にしてるんで話になるんですけど、俺はオープン情報も見てるし、マニフェストも見てるし、公開情報も見てるし、法令も見てるし、法令の作り方も見てるし、法令がどういう風な過程を経てどういう問題点が出たかっていうのはオープン情報として出てたよねっていうのは知ってる。相手も知ってるだろうと思って話をする、話がつじつまが合わない、喧嘩になる、ありますねやらかしてます、やらかしてます私、はい、ということになりますんで、皆さんまあこういうことっていうのは、まあ他人が要するにやらかしたって見てですね、なんてけしからんって言ってるんじゃなくてですね、はい、特に喫煙者ですね、の皆さんはですね、まあしっかりと要するにこういう風なの見て、ちゃんとやっておきましょうということになります。
ということでね、松井くんのことはまあ、ね、ちゃんとヤニカスというふうにね、覚えておいてもらえればいいと思いますんで、皆さんしっかり覚えてください。松井先生はヤニカスなんだよねという話ですね。あんまり禁煙時間が長くなるのはさすがに嫌ですっていうね。はい、ということですね。まあ、こういうことたまに言う人いるんですけどね。はい、タバコばっかりって言ったら、友達が家に来ないよって、来てほしいないわって。誰が人来てほしいって言ったんだ、アホかもないっていうね。はい。はい、誰が友達来てほしいって言ったんだよ、俺が。つって。はい。ということなんで、タバコをね、まあ、基本的に人のね、出入りをしないように、友達来ないでねって、僕タバコ吸うから人来ないでねっていうね、はい、感じになってるということになります。はい。ということで皆さんよろしいでしょうか。まあ私は基本的にヤニカスと誰かに何かを言われても結構ですということですね。ただですね、何回も言いますが、一つだけ言っときますが、はい、車で人のね、恋に跳ねようとしたことがある人間とか、女を簡単にポイって捨てるような人間とか、まあイクメンの面をしながら、要するにですね、イクメンの面をしながらやってることえげつないとかいうですね、まあそういうカス野郎に対して別に私ヤニカスと呼ばれる筋合いは全くございませんので、はい、はっきり断言しときますが、別に私がヤニカスであるかもしれませんが、存在自体が鬱陶しいとかそういう人とはレベルが違うので、そこに関してははっきりとしてノーを言っておきますよ。はい、まあ、そんな人間の言うことを聞くつもりはありませんので、はいよろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。